どうもクソゲー製造マシーン龍です。さあ本日なんですが、史上最強のクソゲーをねお見舞いしていきたいと思っておりまして、何やっていくかっていうと、先行4から5判ですをね決めていきたいと思っております。相手の手札を全て判定するっていうね、マジでやべえデッキで考えてきたんで、やっていきましょう。成功率はお察しです。非常に低い。体感マジでほんと20連敗ぐらいしたんで、決まんなすぎて。ハンデスはそこそこ決まるんですけど、やっぱ4ハンデスから5ハンデス決まるのかなりきついんでね。なんですけども、まあ一応ね、4ハンデスぐらいはできる、対戦あるんで、よかったらご覧ください。で、どうやってやっていくかっていうと、セプスロギミックあるじゃないですか。で、前回もどっかで動画やりましたけど、セプスロウロボロスっていうね、これ OCG の有名なコンボで、セプスロでウロボロスで先行ハンデスするっていうギミックがあるんですけども、これに、もうハンデスギミックをひたすらぶち込んで、先行で相手の手札を全部捨てさせるっていうギミックに特化しました、今日は。例えば、呪われた棺。これ破壊されると、セットされたカードは、このカードが破壊されると自分の手札をランダムに捨てるっていう効果を相手に選ばせることができるんですよ。だから、セプターの、効果って、エクシーズ召喚に巻き込んだ、モンスターが、なんか、フィールドカード1枚破壊できるよっていう効果あるんですよ。だから、これで破壊して、相手の手札を捨て出せる。プラス、ワンドローが入るからね、セプターは。で、それから、光の封殺剣。これね、これ強いんだよ。これめっちゃ強いの。相手の手札をランダムに1枚選んで、裏側表示で除外すると。で、アイスターンで数えて、4ターン目の相手スタンバイに、そのカードを手札に戻すっていうことで、まあ、リンクスはまあ4ターン、除外しておいたら、まあ強いんで。まあ、ほぼ死んでるんで、相手。なので、まあこれ。それからこれ。これが一番強い。グレンの示し者。2000ライフを払うと、手札を全て相手に見せて、相手の手札を全部確認してから、1枚を選んで、エンドフェーズまで除外する。これだから最後に打ったら、もう相手の動き止めれるんで、もうマジ強い。で、もう一枚。ネオスフュージョンからのこれ。アクアネオス。こいつはね、手札を自分1枚、捨てると、相手の手札を選んで破壊するっていうのを持ってるんで、これを全部揃えます。セプスロで。っていうデッキ。理論上いけんだわ。セプスロで引いてきて、呪われた棺と、封殺剣と、指名者とネオスフュージョン。要は、1、2、3、まあ、4枚を引いてくる。結構できるんですよね、これ。4枚引けるんで。なので、これで、一応引いてくるカードが無駄がなければ、5ハンデスできます。はい。だから、2ターン目で相手の手札全部なくなるっていうことができるんですよ。理論上ね。まあちょっと対戦中は決まんなすぎて、4ハンデスまでしか決まんなかったんですけど、まあ、理論上5ハンデスはできるんで。はい。というわけで早速ね、ウロボロスでハンデスされるからね。はい。というわけで早速ね、クソゲーオブザイヤー受賞しそうな、最強のデッキをね、ご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ、壁図やってろ。さあ、先行と、ああ、来た来た来た。久しぶりに来たぞ。叫んでしまった。セプター召喚からのスローネ回収。そして、スキラツーあーらーよっと。まあ、多分サンダードラゴンですね。レベルコピーサンドなんじゃないでしょうか。さあ、神の巨匠バルハラの効果を発動し、セプターを攻撃表示し特殊召喚。そしてセプターの効果を発動。さらに、スローネの効果も発動。これで、スローネのワンドローで、マジでちょっとトラップかなんか引いてほしい。あー、それじゃないんだよな。光の封殺剣ほんと1枚しか積めないんで、それは辛いんですが、とりあえずスローネを特殊召喚していく。ウーアンドロー、はい、神ゲーだ。神ゲーだ。あ、違うわ。違う。先こっち。で、こうセットして、神ゲーが起きるぞ。おい、みんな見ているか。セプターと、スローネと、スローネで、オーバーレイトワークを構築。エクシーズ召喚。ベルズ・ウロボロス。そして、エクシーズ召喚に成功した場合、セプターの効果。セットされた、棺を破壊することによって、デッキからワンドロー、そして、破壊された呪われた棺の効果を発動。相手は手札をランダムに1枚捨てることができますよ。よし、サンダードラゴンいいだろう。そしてベルズ・ウロボロスの効果、オーバーレイ・ユイトを1つ使い、相手の手札をランダムに1枚墓地へ送ることができる。ライデン、よし、カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了。さあ、そして相手のドラフェイス必殺光の封殺剣、相手の手札を1枚ランダムで除外し、そしてグレンの指名者を発動。相手の手札を全て確認し、その中から1枚、サンダードラゴンは落ちていない。ということは、
これをこうしてやればお前は何もできないだろう。クソゲーすぎる。頼むモンスターいてくれ。ドロー神ゲーだ、神ゲーだ。ネオスフュージョン発動。ネオスフュージョンの効果によってエレメンタルヒーローネオス、そしてアクアドルフィンを墓地の送り。エレメンタルヒーローなんだこいつ、アクアネオスを特徴化し、アクアネオスの効果手札ランダム破壊バトル。やばいこと起こしてるわ。見てるみんな、これが遊戯王デュエルリンクスです。対戦ありがとうございました。さあそろそろ先行ヒット、あーあーでもな、トラップ2枚か。セプター召喚、セプターの効果。さあスローネも特殊召喚。さあワンドローして、封殺剣かグレンがいいな。封殺剣かグレンがいい。セプターいらねえ、いらねえよ。来た、まあやるか一応。今一応今1ハンデスしかできないですけど、あ2ハンデスか、2ハンデスしかできない。あーでもまあ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 悪くはない。でここでこのワンドローでトラップ引かねえかな。こことこことここでエクシーズ召喚、ベルズウロボロスを出していく。さあベルズウロボロスに巻き込まれたセプターの効果、次割ってワンドロー、だー神ゲーだ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 。2ハンデスきた、4ハンデスだ、出た先行4ハンデス。さあお前はランダムに手札を捨てなければならない。青木の剣士いいだろう。そしてエレメンタルヒーローアクアネオスを融合召喚していくぜ。俺はエレメンタルヒーローネオスを、キモイルカの魂を墓地の振り現れよ、スーパーハンデスマン。そしてハンデスマンの効果、手札を一枚破壊し相手の手札も一枚破壊することができる。くたばれ、あー起動修正、ベルズウロボルスの効果、相手の墓地のカードを除外します。これはハンデスしててやばいんで、相手の墓地のカードを除外します。よし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 起動修正きた。でこれちょっと一回耐えよう、一回ネオスフュージョンで耐えて、そして相手のターン、ロフェイズグレンの指名者の効果を発動。相手の手札を全て見て、その中から一枚ハンデスって神ゲー、カッカッカッ神ゲー。どうやら理解しておったらそうだ、これがデュエルリンクスだ。さあお相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエル3倍、よしよしよし、いいぞ、久しぶりに揃ったな。これなかなか強いぞ、これは最強なんじゃないか。もうすでに4ハンデスが確定しているぞ。あーえ3ハンデスか、まだここでワンドロー入る。あーでもいやでもね、言うてこのデッキトップドローに入る、これここかかってんね、これね、これちょっとできれば棺欲しいね、棺かネオスフュージョン、あいらねえ。どんだけ指名する、そんなに指名しちゃう、そんな指名するのいらないけどな。あてか今叩き割ればよかったか、グレンの指名者ワンドロー入れてもよかったな。まあいいや、ベルズウロボロス効果でこうしてでワンドロー、暗黒界じゃん、暗黒界って結構やばそうだな。暗黒界ってこの手札捨てちゃいけないデッキですかこれ。でも封殺剣はいいね、封殺剣は除外するから別によくて、グレンの指名者は除外するんだ、大丈夫だ、全然いける、除外だわ。ハンデス、スノー、あーなるほど、除外だから、除外だから別にいいんだよね。だからこれだから、まあまあどっちでもいいんだけど、これスノーでいいんじゃない。ハンデスにもね、いろんな意味があるんですよ皆さん。ハンデスっていうのにもいろんな意味がありまして、はいはい、それスノーね。スノーね。で、ハンデスの意味がありまして、墓地に送るとかスローね、うわー、マジでいらないカード来た。めちゃくちゃいらないカード来たわ。どうしよう。でもこれバウンスして、バウンスして殴るに行くしかねえよな。で、オーバーレイとフッスカイ。相手のセット、でもこれで、相手スノーレインでしょ。スノーレインは結構いいんじゃない。これスローでビートしよう。イスビート。必殺のイスビートでバレバレのカードを1枚セットして、あまりにもバレバレのカードをセットして、で2750でぶん殴っていく。あと残りライフいくつ、450いける。これでスノーが
ぶん殴ってきても、その椅子で、椅子は残るし、椅子は残るっていうか、ウロボールさん残るし、取引やばい。ちょ、ガチでやばいこと起きる。あ、ちょっとアクアドルフィンいらない。ちょっとスノーさん、やばいかこれ。こっから返されるとかやめてくれ。セルリー、今、アイテム手札はスノーと、セルリーと、暗黒界の門。やばいな。ちょっと待って。